門丸の、カンコレ、提督の多門丸です。本日は11月20日金曜日、前回の、艦隊司令部強化艦隊機関出撃せよの、続きですね。本日は、そちらの任務を達成する配信を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。機関に、大淀型軽巡または駆逐艦のタンヤン、他に駆逐艦解剖艦3隻以上を要する第一艦隊を編成、西友城地帯沿岸、南西諸島防衛線、南西諸島近海、バシー海峡に複数回出撃、海域を防衛せよ。第一艦隊機関には大淀もしくはタンヤン、そして駆逐艦解剖艦を3隻、他自由箱2隻として1-3、1-4、2-1、2-2ですね。こちらの各ボスから2勝1勝利をするというのが今回の作戦です。作戦となっております。前回は1-3の西予城地帯沿岸、1-4南西諸島防衛線ですね、こちらを攻略しておりますので、残りの2-1、2-2を本日は攻略していきたいと思います。はい、それでは、早速、出撃していきたいと思います。前回に引き続き第16駆逐隊、タンヤン、時津風、こちらが第一小隊、そして初風、天須風が第二小隊と、そして、水蒸気母艦ではないですね、潜水母艦の陣芸を今回また採用しております。陣芸に関しては前回も使っていたんですけども、タイゲーとの、一番の違いというのはですね、こちらに妖精さん出てるんですけど、水上爆撃機ですね、こちらを搭載できるという特徴があります。タイゲーでも、水戦は詰めるんですけども、爆撃はできないので、そういう意味でも火力は陣営の方もですね、期待が持てるかなと思って採用しております。ごめんさん、コメントありがとうございます。本日も元気に配信していきますので、ゆっくり見ていってください。それでは、用意も整いましたので、早速ですね、 2-1 出撃していきましょう。海域を攻略していきたいと思います。では、出撃です。皆さん頑張ってきてね。このタイヤンが指揮を取ります。難易度も変わってきたりするのかななんて、そこまではちょっと考えすぎなのかなとも思いますが、早速、ボスまで来ることができました。まずは越処理ですね、取りに行きたいと思います。全艦戦闘開始です。タイヤンももちろん沈みません。大嫌い。なかなか昼戦では、落とせませんでしたが、夜戦で、決着をつけたいと思います。
それでは野戦に突入です。今回の初勝利、勝利ですね、取ることができましたね。みんなお疲れ様です。ほうほう、ガキツカザが一番か。いいかもね、いいかも、いいかも。トキツカゼ MVP 取ってくれましたね。何かとヨヒカゼと絡むキャラクターなので、今後も、機会があればどんどん使っていきたいなと思っております。おめんさん、コメントありがとうございます。戦艦ですからね、確かに、このまま、戦闘ですね、続行していきたいと思います。先ほどは勝利ができませんでしたが、今回こそ勝利できると確信しておりますみんな頑張って、さすがですね、第16地区隊、これがやりたかったんです。はい、やっぱ野戦で駆逐艦の活躍見せられると、嬉しくなりますね。ほうほう、ガキツカザが一番か。いいかもね、いいかも、いいかも。あ、逸れてしまった。よかったですね。あ、これはバーナーをゲットしてしまいしてしまった。ちょっと編成間違ったな。はい、大丈夫ですね。ボスマス行けました。はい。それでは、今日最初の柳作戦ですね。行ってみましょう。そうですね。ノーマルの水穂。もう、ノーマルの方が珍しいという、はい、信じていた通り、みんな、勝利することができましたね。みんなの、力でバシー海峡にもう一度出撃していきましょう。艦隊出撃、このタイヤンが指揮を取ります。はい、来ましたね。さあ、それでは、全艦単重陣で、敵艦隊に突入せよ。戦闘開始です。タイヤンももちろん沈みません。敵艦を捕捉しなくては。水をしっかり。大丈夫。いい風が吹いている。さあ、天津風のいい風コメントもいただきました。単重陣ですね、ちょっと被害はもう避けられない状況かとは思われますね。でもかわしてくれる。かわしてくれます。うちね、ここで中波、他のみんなで、なんとかカバーしていきたい。敵の艦載機の攻撃がないところを見ればカットインでほぼ叩くことができたようですね。では、野戦に突入して、熱勝利取りに行きましょう。
はい、最後は第16駆逐隊の、野戦、うん、そしてこの火力ですね。ダイアン、また生還しました。司令とみんなのおかげですね。そうです、みんなの、勝利ですね。艦隊司令部強化、艦隊機関出撃せよ、任務達成ということで、応急修理女神と新型兵装資材と養生補給と、うん、そうですね、新型兵装資材を選びましょうか、うん、またこの次使わないといけないですからね。弾薬を1200と、そして司令部要員ですね。これによって今の任務画面にさらに新たな任務ですね、追加することができます。そして今後何かとこの明石さん夕張妖精がこうどうやってますけど、何かとは必要になりそうなこの新型兵装資材、まあ、ストックしておかないとちょっと後々大変なことになりそうな気がするので、まあ、機会があれば、まあ、選んでいきたい、そう思っています。はい、そうですね、一つ増えると全然違うんですよね。これで、アイテム欄のこの勲章ですね、この下になぜか2つあるということで、あ、グティさん、おめありがとうございます、励みになります。実は以前にもこれもらってたんですけども、うん、なんかアイテム欄があった方がいいなと思ってずっと使わずに取っておいたら2つ目になっちゃいましたね。使いますか、1つ。うん、使おう。では、こちらで任務を同時受領可能拡張することができる司令部要員が増えます。同時に受領可能な任務数が拡張されます。使用しましょう。うん、ペロンといい音楽になりましたね。うん、まあアイテムもまあいろいろありますけどもね、うん、だいぶ溜まってきてますけど、いろいろこう使える時が来るといいなと思って貯めております。うん、そうですね。うん、まあ、そうにこう21なれるように、準備していくつもりなので、ピザの日となっております。11月20日記念日になっております。まあピザの、まあ、日付はピザの原型であるピッツァマルガリータの名前を由来となったナポリ王国、ウンベルト一世の妻マルゲリータの誕生日からということだそうですね。まあ、自分の奥さんの誕生日を記念日にしてしまったということだそうです。もう今から100年以上昔ですね、1889年にイタリアのナポリを訪れた王妃はピザ職人からトマトの赤、バジルの緑、モッツァレラチーズの白のイタリア国旗の色を模したピザが贈られたそうです。王妃はこれを大変気に入ってその名を冠するピザが誕生したという、まあ、そういう記念日となっております。ピザ最近食べてないですね。明日あたりちょっと食べてみようかななんて思いますけどもね。そんなこんなで任務ですね、達成することができました。皆さん、ご視聴の皆さん本当にありがとうございました。はい、だいぶコテコテになってしまったところもあるんですが、ヘルシーさん、ポーラ赤ワイン
ください。まあ、それをやるとザラが来て、もうダメということになりかねないんですけどもね、そうですね、もう一人で食べるとちょっと量はあるんですが、みんなで食べるとあっという間になくなってしまう、まあ、そんな料理ですね、ということで、だいぶいいお時間になりました。本日も、多聞丸のカンコレ、提督の多聞丸です。今日も皆さんご視聴に来ていただきましてありがとうございます。本日は艦隊機関、出演規制の任務を攻略させていただきました。次回は、この順番でいきますと、奇跡の駆逐艦雪風再び出撃しますの任務をやることになるんですけども、一応任務の内容的にはタンヤンでも攻略できるということなので、タンヤンで攻略していきたいと思います。なので次回も、準備が整い次第またご案内いたしますので、チャンネル登録ぜひお願いします。まあ、といっても皆さんしてるのでねあれなんですけど、まあ、次回も頑張っていきますのでよろしくお願いします。あ、おつこめ皆さんありがとうございます。ちょっとまとめていってしまいましたけども、それでは、皆さん風邪をひかぬよう、温めて、体を温めてゆっくりお休みしましょう。それでは失礼いたします。じゃあねー。